はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴシーズナル2セットです。40494は部品の袋が3、シールシートが1、説明書が1、パーツ数は142個。854050は部品の袋が1、シールシートが1、説明書が2、パーツ数は126個です。それでは一気に組み立てていきます。はい、完成です。左側40494が今年のセットで、右側854050のこの2つが去年のセットになります。クリスマスツリーのオーナメントということで、紐がついてるんですけど色が違ってますよね。まずは白クマから見ていきましょう。可愛いですよね。個人的には一番これが好きかなと思うんですけど、これ台座部分に赤いプレートが使われてます。で、前に緑とね、赤のこれマフラーだと思うんですけどピロッと出てますよね。で、この台座のところなんですけど、正面から見ると首に巻いたマフラーに見えるようになってるんですよね。これなかなかよくできてるんじゃないかなと思いました。それから目なんですけど、これプリントになってます。青い部分なんですが、これメタリック系のねプリントになってますんで、なかなか綺麗じゃないかなと思いますね。で、今下向きになってますけど、土台ごと変えればこうやって上向きに変えることもできますし、まあこっち右上向きとか、左下向きとか自分の好きな向きに変えることができますんで、これなかなかいいんじゃないかなと思いました。で、その下ほっぺの部分ですけど、ポチになってますよね。もちろんこのままでもいいんですけど、例えばこんな感じでパーツをつけてあげれば、ちょっと変わった感じにすることができますよね。自分好みにすることができると思いますんで、いろいろ試してほしいなと思います。次にプレゼントのオーナメント見ていきましょう。おしゃれですよね。緑のところにゴールドのパターンが入ってます。これシールなんですけど、でもパターンとしてはね、すごくいい感じじゃないかなと思います。カラーリングも緑と、赤、白とゴールドということで、やっぱりクリスマスカラーになってて綺麗ですよね。で、正面の白いパーツシールなんですけど、名前を書くことができるようになってます。これいいですよね。渡したい人にこのままプレゼントとして渡すこともできるということで、なかなかおしゃれな部分じゃないかなと思います。それと上の両サイド、この部分ですけど動かすことができるようになってるんですね。おそらくリボンをイメージしてると思います。この緑のところなんですけど、ちゃんとね下までぐるっと回ってるという設定になってるんですよね。これいいですね。続いてトナカイ見ていきましょう。ぐるっと
と見るとこんな感じですね。角があったり耳があったり、まあ、動く部分は残念ながらないんですけど、でもよくできてるんじゃないかなと思います。で、目、下の口、両サイドのこの毛みたいな部分なんですけど、これ全部シールになってますね。で、鼻はグレーになってるんですけど、やっぱりね、トナカイといえば赤鼻だと思いますんで、まあ、自分の持ってるパーツをこうやってつけてあげれば赤鼻のトナカイにすることができますね。まあ好みだと思いますけど、いろいろこれも試せるんじゃないかなと思います。最後は雪だるまスノーマンですね。目、それから口がシールになってます。こうやって見るとやっぱりさっきのあの白クマとね、比べてしまいますけど、やっぱりプリントパーツの方がいいような気がしますよね。あとこれも土台部分に赤いプレートが使われてますんで、正面から見ればこうやってね、マフラーをしているように見えるんですよね。ただやっぱりさっきのこのね、白クマのパーツをつけてあげた方がよりそれっぽく見えるんじゃないかなと思いますんで、やっぱりこれはついてた方がいいんじゃないかなと思いました。あと上の黒い部分なんですけど、おそらく帽子です。ただこれ残念ながら取り外すことはできません。はい、いかがでしたでしょうか。ギミックはありませんけど、どれも可愛らしくてよくできてるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は40494が142個、854050が126個です。以上、レゴシーズナル2セットを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。